なチャンネル。あだまた、今日だまー、イエーイ、ありがとうございます。今日はですね、これを買いました。こんな平和的なものあります？すごい、ほら、星食べたよですよ、せんべいのね。星食べたよに、スヌーピーのコースターがついてくるんで、こんな平和な、ね、平和な国でしか売られないでしょうっていう、このお菓子、ね、しかもコースターがついてるという。で、シールとかカードじゃないよ。ほんとね、今だとね、ほんとね、ほら、時代ですからね、いろんなアニメが流行ったりしてますから、正直ね、なんていうのかな、この、なんていうんですか、ちょっとうるさくてごめんなさいね、ほんとね、人殺しのカードみたいな入ってたとかね、そういうのじゃない！もうこの、平和的、しかも、コースターと使えるぞというね、ちゃんとね、これね、ただちょっと ビニール袋でね、こう、入ってるから。これ切らないと開かないっていうね。はい、出ました、コースター。いきますよ、1枚目、まず、そうか、これ5個買ってるからね。はい、どーほら、パーティーですよ、ほら。これ、ねえ、やった楽しそう。何ですか、これは。お誕生日かな、お誕生日パーティーかな、チャーリー・ブラウンの。ねえ、かわいらしい。一発目、これ、パーティーのコースター。ということでね、全5種類、忘れた、全5種類ですから。ね、何が出るか。でね、全5種類で5個しか買ってないから、5個しか売ってなかった。で、ね、全部揃ったらミラクルですよね。行きましょうか。2個目、オープンダーお何ですか、これは。キャン、なんつうだろう、これ。何あら、海外の人とかね、ピクニックさあ、ピクニック、ね、そういうジュースみたいなね、パックのジュースみたいな。ピクニック、ああ、やばい。落ちた。ね、とりあえずピクニック、みんなで楽しいよというね、感じ。空が、まあ、いい天気かな、雲がいっぱいあるけど、ちっちゃいのね。はい。ということで、2枚目、来た。さあ、次行きましょうか、3枚目。ね、こんな平和なやつないよね。さあ、行きましょう。3枚目、行きましょうか。オープンです。だーはい、パーティー来たダブリーさあ、ダブっちゃったよ、もう。はい、もうコンプリートなし。はい、もうそんな夢は一気になくなりました。まあ、5個買って5種類全部揃うなんていうことね、そんな虫のいい話は多分ないと思ったんですけど、まあまあね、揃ったらいいなっていうね、いう感じでね、次行きましょうか。次が4枚目。4枚目行きましょうか。ね。まあ、できるだけね、いろんな種類の絵柄が出てほしいななんていうのはちょっと思ってるんですけど。さあ行きましょうか。はい。行きますよ。せーの、ダーはい、パーティー来た。これさ、前のチョコエッグと一緒ですよ。5個買って同じの3枚出るっていうね。この割合ひどくないこれ。ひどくないよね。こんな平和な、ほんとさ、お菓子もさ、スヌーピーもいないよ、これ。でもさ、4個買ってさ、この割合どう ?5 種類だよ。さあ、もう最後にかけよう。なんかまた見たことないのにしようね。なんか見たことない。もうこれはいいよね。このパレードのやつはもう見ちゃったので、ね。これじゃないのが出ればいい。だから最後の、まだ見てないやつ。ね。あ、しかもね、今気がついたら、なんかこれ、500名にオリジナルグッズが当たるって。星食べたよグッズみたいな。なんか、何もらえるの知らないけど。ね、何も特に書いてないな。詳しくは、ウェブで、みたいな書いてあるからな。ウェブか。はい、行きましょうか。はい、前後種類の最後、5個目最後、はいはい、キャドーはい、ピクニック嘘でしょ本当に。5個買ってさ、2種類しか出ないってどういうこと本当に出たよ、これ、ほら。3の2。ということでね、ね、2年3組みたいになっちゃったけども、はい、3年2組かな。まあ、どっちでもいいけども。はい。この全5種類で5個買うとこういうことになるっていうね。この、そういうこの割合は平和じゃないね。平和だよ、平和だ。ね。出たよ。この感じ。ね。コースターね。でも、まあ、喧嘩しなくていいかな。3人同じコースだったら喧嘩しないからね。ね、2人で喧嘩しない。仲良ししたらね。ペアで、ね。そういう意味かな。ペアでか言うと1個余っちゃうけど、みたいなね。予備、みたいなね。そういう感じなのかな。まあ、紙だからね。まあ、そんな感じで。ね。以上でございます。どんな感じか。まあ、まあ、みんな見たこと、この破れ方。ああ、これ、このパターン良くない。
これやっちゃうともう全部食べるしかなくなるよね。こう口をこうね輪ゴムとかでくるくるって巻いたりとかもできなくなっちゃうパターンだよ。ほらほらちっちゃいねー。うん、おいしい。でもこれでやってね、もうおせんべいだからさ、しけちゃうしさ、もうね、ああ全部食べなきゃいけない。はい、ということで以上でございます。はい、どうも、あ、どうもどうもありがとうございました。さよなら。ホームランカキーン。ありがとうございました。